ハル、スターカル軍団の長所でもあり短所でもあるこの男は、一回もバイトに受かったことがないのである。では、なぜ落ちてしまうのか。ミス！ピョンティ！クラブブス！このように、日頃から言動がめちゃくちゃなのである。本人は自覚していないが、絶対に面接で失態を犯していることに違いない。ということで今回は、新由美ちびとヘルツが面接官になり、春の面接練習をすることになった。ちなみにヘルツは前日に、面接内容を採点するための用紙をコンピューターで作ってくるという、才能と時間と労力の無駄遣いをしていた。はい、廊下に行けよ。はい、ちょっとすごい待ってくださいね。はい、呼ばれたら。はい、いや待ってやだ、すごい。行きます、どうぞ。はい、ちょっともう一回やっていい？どうぞ。え、なんか笑っちゃった。いや、笑ってもいい、笑って、そこはもういいよ。笑ってもいいけど頑張れ。はい、行きます。じゃあどうぞ。失礼します。ごめんください。これよりスターコンビニエンスストアの面接を始めます。はい、はじめに名前を教えてください。続いてですね、志望動機をお願いします。志望動機はお金が、はい、学校から近くて、はい、お小遣いが欲しいので。なるほど。応募しました。はい、ありがとうございます。当店では24時間営業で、どの時間帯のシフトを希望しますか？何か希望はありますか？学校終わってから行きたいので、はい。5時過ぎぐらいから。曜日とかはまだ大丈夫？あ、曜日は週3で、曜日は別にいつでも。学生ですね。はい。学生とのことなんですが、学校や親からの許可はもう得られてますか？あ、得られてます。はい。他のアルバイトの、仕掛け、テスト期間、はい、学業が忙しくなる、はい、というふうに思うのですが、その期間のシフトへの影響っていうのは考えられますか？ああ、多分大丈夫だと思います。大丈夫。はい。希望の仕事はありますか？このレジ打ちだったりとか、まあ、調理だったり。ああ、バックヤードで。バックヤード。ああ、はい、あまり表じゃなくて。はい。希望の仕事ありますか？ちょっと待って、どこ今はい、いつから働くことができますか？翌日ぐらいから。もう私すぐ、はい、働ける。それではですね、自己 PR を自己 PR お願いします。まあ長所は諦めないっていう。諦めないところ。はいはい。で、短所はたまに他のことをやっちゃう。関係のないことみたいな。はい。まあ、そう。まあ、あとは、まあ、たまに集中が途切れて、はい、しまうところです。なるほど。以上で大丈夫です。はい。では、最後にですね、何か質問はありますか？いただければ。ないです。大丈夫ですか？はい。給与面だったりとか、こう。あ、大丈夫です。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。以上で面接は終了となります。はい。はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。
待って。マジか。なるほどな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 。ここからだな。あー、これはね。そうですか。これはひどい。なるほど。なるほど。厳しいね。あ、僕で言わない。あ、僕、後で言う機会があるからさ。声が、声が聞きやすかったよね。まあ確かに。あれ？でも、だいぶちょっと声震えてたね。震えてたね。まあでも、全然あれ、緊張がいいから。採点者だって難しいね。え、むずい。なんか、もう聞きながら、なんか、人を見ながら、こっち採点できねえよ、俺。できないね。え、むずいね。心遣い。多いって聞こえたね。態度。取り組みは、まあ、ちょっと、ほら、面白かったのある、あれはあるけど、うん、はいっていう返事はしてないし、以上ですとも言ってないし。もう聞き取りやすかった。だから、2とかじゃないか。どこが？うん、6番が。あ、こっちだね。最低こっちだよ。あ、そうなのか。最低こっちだから、はい。でもあれだよね。椅子の左側に立ったってやったの結構。ああ、こっちいいな。しっかりしてるな、と、思った。え、4番は良かったんじゃするな。4番は良かった。4番は良かったし、5番も良かった。今のニュース。採点中。見て。見ていい。あ、まあ、映っちゃうけど。何でやんの？もう終わってる。もう終わってる。いや、笑ってもいいわ。いや、もう、これ何回も笑っちゃうから、もうこれしょうがない。笑うのはしょうがない。しょうがないね。こっちがこんな格好してるから。そう。これが、これだ。これで神妙な気持ちでやるってなると無理だな。ずっと俺ビクビクしながら飛んでこないように。はい、なんか視線はあまり良くなかった。これは進むんじゃないですか。めちゃくちゃ強い。1ぐらい、1ページだと思う。あれ帽子が、あ、え帽子こっちだったわ。え帽子後ろだったの。ちょっと発見された。あ、じゃあ公表しますか。あれだ。はい、どうしてください。はい、どうしてください。はい。一応、今回の試験は30点満点で採点してました。はい。結果をお伝えすると、私の採点が13点。16点。あ、でも別にあれだと、はい、こっちが13点で16点。で、メリットしてる感じ、ルカのダイレクトに言いますよ。あんまり良くなかった。ノック3回だ。ノック2回はトイレなのよ。あ、そうなんだ。コンコンコンなんだ。コンコンコン。で、あ、聞いたことある。これはトイレの入室確認なので、あまりよろしくない。ちなみに4回は確かシャツを着た。そうだね、そうだね、そうだよ。で、扉を開ける失礼します。はい、言ってた。言ってた。けど、お辞儀があまりピッシリしてなかった。お辞儀、扉の真ん中でやったよね。あー。失礼します。ちょっとあんま良くなくて、しっかり行き切ってから、お辞儀して、失礼しますって言ってからお辞儀をするっていう順番。あ、声が先で、扉を閉める時に扉側を向いて、あれだね、面接官に背を向けちゃうと確かに俺も思うんだけど、堂々と背を向けていただいて、扉側は両方手で扉側後ろ側を向いて閉める。そこまでで合計5点があったうちの1点です。ああ、はい。この時よかったら椅子の左側に立って、確かにあの面があるよね、座らなかったのはすごいよかった。ああ、それはまあ学校でも聞いたから、そこで失礼します、最低で失礼どうぞ失礼します、うん、っていうので行ったらすごいよかったら、ここ3点満点です。次に態度なんだけど、それはこっちの設定が設定だし、こいつね新入生なんてとんでもねえ、うん、あれだよ、顔上げて、はい、それは確かにそうなんだけど、なんでこれ取るの？あのね重要なのが、はい、質問を受けたときに、はいって返事してから、はい喋る。あ、俺、それ言ってねえよ。続いて、志望動機お願いします。はい、私が、まあ、恩師を志望した理由はとか、そういう話になるんで、はい。話し終わったときに、以上です。っていうふうにつけてくれて、ああ。わからないんだよね、話し終わったのか。やばい、全然言ってないよ、それ。まあ、実際本番でやるんだったら、そこは注意してねっていう点。ああ。なるかな。だから落ちたの。気づかないでほしいんだけどね、はい、こっち面接終わって出てった後に、はぁーっとなったよ。なるほどとなった。俺も納得したかもね。まず、こっちは敬語を学べたい。日本語多分俺も
ジャパニーズを学んでください。ジャパニーズピーポーで、声はすごい良かった。いや、かった声しやすい。俺セロなんだけど。何してって感じです。はい。はい。ということで、はい、面接の公表は以上になりますけど。動画的に大丈夫です。え、ガチめなやつだったけど。動画化すんの俺。どうせだったら、多分寝ちゃった方が。ミスター近藤の24秒テレビ。さあ始まりました24秒テレビ。司会はコロッケ食べてないよねでおなじみ近藤です。この24秒テレビとは僕が24秒間喋り続ける知らない人はいないお化け番組です。さあ早速喋っていきましょう。僕最近面白いことが起きたんですよ。それがね、いい男にはいいおつまみが必要。岩際製菓からスルメイカ。だからさっきやった方が動画になるから。じゃあやるか、やるか。さはさん、どうぞ。どうぞ。ステイ。パルピさんですね。待って待って、ちょっと。こんばんは。こんばんは。出て行ってもらってよろしい。いや、ダメだって。ちょっと待って、待って、ふざけた。待って、お前ふざけたの。違うの、マジモンじゃないの。どうぞ。失礼します。今宵、スターコンビニエンスストアのアルバイト面接を始めていきます。はい。まずはじめに名前を教えてください。山本圭太郎です。はい、山本圭太郎さん。続いて志望動機をお願いします。こんな街歩いてたらクソみたいな汚ねえ街にやってこのスターミリエンね、スタースターコンビニエンスと出会っていや僕はとても感動したので、今回ここに行きさせてもらいました。当店は、年中無休24時間で営業をしていますが、どのくらいのシフトを入れることができますか？まあ、6時間。24時間。他にアルバイトはされてますか？前、闇バイトをしてましたね。犯罪経歴ありました。希望の仕事はありますか？レジ打ちやりたいです。あ、レジ打ち。レジ打ちで、逆に、そこにあるホットスナックを、投げつけたいです。嬉しい。はい。いつから働くことができますか？すいません、少々お時間ください。マジ、2ヶ月後。2ヶ月後、2ヶ月経ってから、働く。はい、働きます。せーな。あ？ではですね。自己 PR の方をお願いします。はい。山本圭太郎57歳。趣味は麻雀。中学生になった時に周りからいじめられるのではなく褒められ僕は調子に乗ってお金持ちになってしまいました。その経済力でここの店を直したいです。こっちがボロボロ。はい。長所や短所は長所は人を笑わせることができて、短所は人を滑らせることができます。なるほど。最後に質問ありますか？なんでそんなブスなんですか？ありがとうございました。以上で、人生は終了です。失礼しました。以上で、人生は終了です。どうぞ。あれ